ですね、今回の配信ではメインのストーリーは進めてはいきません。今回やっていくのは、今メニュー画面上から2番目の彼女マリアの専用装備を取りに行く、そういう回になっています。専用装備は以前攻略しました秘門の迷宮っていう PSP 版で追加された隠しダンジョンですね。そこを攻略していく必要がありますので、今回はまた同じようにちょっとしたダンジョンを順番に攻略していく、そういった作業要素が多めの回になるかもしれませんけれども、まあ楽しんでもらえればと思います。秘門の迷宮に行く前にちょっと買い物をしておきましょう。あとあと必要になるものがあるので、ここでですね、フィンの町の防具屋さんで黄金の盾、黄金の鎧は持ってるからいいや、金の胸当ても予備を一つ買っておきましょう。だけでいいかな。あと金の針もありますね。金のアイテムが後々ちょっと必要になってくるので、今のうちに手元に置いておきます。準備はこれぐらいでいいかな。それじゃあ秘門の迷宮行きましょうかね。さあやっと着きました。まずは北西の秘門の迷宮ですね。専用装備を取る前にある程度新しい言葉っていうのを覚えていかないといけませんので、まずはいくつか言葉を攻略していきましょう。最初はエクメトテロです。前回最後の方でヒルザ王女から教えてもらった言葉ですね。エクメトテロエスのダンジョンで言葉を覚えます。ここは上に進んで右ですね。レッドソウルに絡まれた。めんどくさいんですよねこいつ。オーラをかけて、黄色いプリンはファイヤーだったかな。ガイオはバーサクでも使っておきましょうか。いや、イエローソウルの処理だ。オーラの熟練度も上げておきたいですね。最後まで役に立つ魔法なので。だいぶ魔法のダメージも減ってきましたね。魔法防御が上がったおかげですかね。レイラさん強いな。 OK、 魔法防御がまた上がった。いいじゃないですか。ここにいる兵士に、呪文を唱えよう。さすればこの道を開こう。じゃあさっきのエクメトテロエスを。よかろう。ありがとうございます。分かれ道、真ん中と左にも行けるんですけど、右が正解ルートです。新しい言葉を覚えるためには右に行かないといけません。よっけた。私の後ろにある檻から魔物が姿を現す。戦いに挑むか。はい、倒さないといけないんですよね。ベヒーモス、ダークベヒーモスですね。強そうです。闘技場で戦った普通のベヒーモスの上位種ですよね。倒せるかな。まあ確か糖度が効くので、うまくいけば一発で倒せるはずです。さあどうよ。ピョンピョンこの通り。糖度恐ろしい魔法ですね。これまでの配信でもお見せできましたけど、見事だ。あれだけの魔物を倒すとは、糖度が強すぎるだけだと思いますけど、その力があれば大森林に住むあの巨大な魔物を倒すこともできよう。じゃあ大森林覚えておきましょう。大森林を覚えたらもう用はないです。ゾンビ系が出てきた。焼き払いましょうか。ガイはとりあえずバーサクの熟練度でも上げておきましょう。スペクターは残りますね。ス
ペクター、前回も出てきましたけど、ブレイクで石化させてくる敵ですから、あんまり出会いたくないですね。グリーン系にはまずファイヤー、赤いやつにはでも炎が効きにくいんですよね。赤いプリンには確かサンダーだったかな。まあ、とりあえず敵の数は早めに減らしておきましょうか。レッドマシュマロだけちょっと引きにくかったですね。クリオニーズは処理、こんな感じかな。レッドソウル、ちょっと前は中ボスとして出ていたのに、今じゃもう当たり前のように雑魚敵として出てきますからね。本当にめんどくさいです。魔法が効かないんですよね。言葉を覚えたらスタート地点から今度は下に進むだけですね。あとはまあ道なりに行けば確かゴールに行けたはず。あ、懐かしいというコメントをいただいてますけれども、懐かしいですよね。 PSP 版の FF2 が出たのはいつだっけ。10年、少なくとも10年ぐらい経ってますよね。前回新しく覚えた言葉が、ミシディア、仮面、エクメトテロエス、アルテマの本、この4つですね。なんか鬼門の迷宮で行けるダンジョンの数もだいぶ増えました。釣りに言うと、さっきみたいに追加で新しい言葉をたくさん覚えられるので行動範囲はぐっと広がりますね。まあそんなわけでメインの戦闘員であるマリアの専用武器を取りに来てるわけですけど、まだまだ時間はかかります。ここで出ましたね、モルボル。ブサイキでおなじみの。割と早い段階で出てきますね。もちろん FF2 のモルボルもブサイキ入ってきますので、気をつけたいですね。運が悪いとブサイキに石化することがあるので、早めに倒したいですけど。モルボル硬い？普通に殴って倒そうとすると時間かかっちゃいますね。あ、でもエーテル落とした。アンデッドに絡まれた。前回デジョンを覚えてなかったせいで、ダンジョン攻略は若干時間かかりましたからね。ガイにはデジョンを覚えてもらっています。直前のフロアに戻れる魔法ですね。さあ、ゴールに来ました。エクメトテロエスの次はじゃあアルテマのダンジョン行きましょうか。アルテマの本ですね。今いるこの場所が魔法に関する言葉のダンジョンで、アルテマの本のダンジョンも魔法に関するダンジョン、つまり相性がいいので宝箱の中身が結構いいものになってるはずです。敵が割と強そうですね。こういうこの辺の敵は確か闘技場、前回攻略した闘技場の地下にも出てきたんですけど、まあ、見る感じ炎に弱そうなのでファイヤーで焼き払いましょう。ガイはどうしようかな。フォーグでも使ってみましょうか。フォーグはサイレスと同じ効果ですね。魔法を一時的に使えなくする、そういう効果があります。まあ、この配信は縛りありません。縛りをするととんでもなく時間がかかるので、特に縛りなどはありません。なんだろう、そういうスーパープレイを期待していたんならごめんなさい。生放送ですからね、縛りでやっちゃうと結構時間がかかっちゃう可能性もありますし、まあ私ニコニコでも動画上げてましたけど、
そういうなんだろう、時間がかかりそうな縛りプレイとかそういうのはカット編集とかで一つの動画を作ってニコニコに上げるっていう風にやっていきたいと思います。アベマでは生放送で特に縛りもなくプレイしていく感じになりますかね。マジシャン、そんなに強い敵じゃないですね。何かいい魔法の本落としてくれませんかね。サンダーファイヤー、うん、普通。さあ、ここにいる魔道士さん、日夜魔法の研究をしております。中でも究極の魔法として知られるアルテマに関しては謎が多く未だ解明できておりません。ほうほう。この世に存在するありとあらゆる魔法の本を集め謎の解明に取り組んでいるのですが、あと魔法の本をお持ちであればどれか一つ譲っていただけませんかということで、魔法の本を渡してあげないといけません。いろいろこんな感じでファイヤー、サンダー、ブリザードとこれまで拾ってきた本がたくさん手元にあるわけですけど、正解はトードの本です。トードの本以外をあげると何にももらえません。貴重な資料ありがとうございます。トードの魔法で発生する魔力をきっかけに謎を解明するヒントが見つかるかもしれませんということで、魔力という言葉を新たに覚えることができました。やったぜ。これでまたいけるダンジョンが増えましたね。マジシャン、後半じゃないけど中盤で来れるダンジョンの割には敵がそんなに強くないですね。魔法防御を上げるにはちょうどいいダンジョンかもしれない。普通にもう武器で攻撃するだけで簡単に倒せますもんね、マジシャンは。終わり。サクサクですね。魔法防御アップ、いい感じ。魔術の杖、結構強い杖ですよ。ホーリー来ました。相性のいい言葉、さっきエクメトテロエス通ってきましたけど、魔法とかを表す言葉のダンジョンからこっちに来るとこの宝箱の中身がホーリーになるんですね。とりあえずフリオニールに覚えてもらいましょう。 FF2 のホーリーは聖属性とかではないんですね。確か無属性なので、アンデッドとかに使っても特別強いとかそういうことはないです。ファイヤーとかケアルで攻撃した方がいいですね。さあ、これでアルテマのダンジョンも終わりまして、アルテマの次はじゃあさっき覚えた魔力にそのまま行ってみましょうか。FF シリーズ初期から画像綺麗ですね。これはあのリメイク版ですからね。もともと FF2 はファミコン、1988年に発売されたファミコンのゲームですけど、今私がプレイしているのは PSP 版ですからね。2000何年とかに出た、そういうリメイク版です。リメイクされた FF2 の中では2番目に新しいのかな。一番新しいのがアプリ版でしたね。ただあの操作しやすいのはやっぱり PSP だと思います。なので今回私は PSP 版をプレイしております。雑魚敵フライングレイは割と最近出てきた敵ですかね。体力もなかなか高いです。さっきは弱かったんですけどね、アルテマの本ではマジシャンとか弱い敵が出てきましたけど、倒すのにちょっと時間かかっちゃうかな。確かこの敵フライングレイは逃げられない敵だった気がするので面倒ですけど倒しましょう。コードの成功率だいぶ上がりましたね。さっきもベヒーモスを一発でカエルにできましたし、
まらない時もある。エイラさんの火力本当に高いな。ナイフの熟練度がどんどん上がってってるからか。うん、ナイフの熟練度さらに上がりました。成長期ですね、レイラさんも。あ、クリオニールも回復しとこう。さあ、今いるこの魔力のダンジョン、この迷路みたいなダンジョンの中にこうしてキマイラが合わせて5体いるんですね。話しかけると、そいつはわしが作り出したものだ、勝手に倒してもらっては困る。どうしてもそいつと戦いたいのであれば研究の手伝いをしてもらう。あ、いいっすよ、うん、魔力を増幅させる研究をしておる。お前たちの魔力を2倍にしてやったわ。やったぜ。その魔力で魔物と戦ってもらおう。魔力が上がったところで MP が増えやすいとかそういうだけなんですけど、まあ、そんなの関係ないです。倒してしまわないと意味がないですからね。がっつり MP を減らした上で倒せば MP もだいぶ伸びてくれそうですけど、そんな手間のかかることはしません。この後こいつ入れて5体倒さないといけませんからね。1回の戦闘にはそんなに時間をかけていられません。この敵にも糖度が確か効くので、3度目の糖度が入りますかね。フリオニールオーラを使ってなかった。糖度がなかなか決まらない。倒せるのか。臭い技術やめろ。害は石化してしまった。まずいな。レイラさん、いや、マリアに金の針で直してもらいましょう。いいえでもおすすめですか。さっきの選択肢、いいえ選ぶとどうなるんだろう。じゃあもうお前らには頼まねえよとか怒られちゃうんですかね。はいでしか答えたことがないので。レイラさんが安定の火力を発揮してますね。盾のレベルアップ倒しました。うん、まだまだだ。研究データとしてはサンプルが少ない。そう、あと4体倒さないといけないんですね。結構めんどくさいです。このダンジョンもかなり広いですからね。 MP が減ってきたのでエーテルでフリオニールとマリアの MP を回復しておきましょうか。ボルボル、逃げられる？逃げられる？逃げようかな。臭い息が怖いんですよね。先制攻撃をされてしまった。次のキマイラ見つけたらじゃあ試してみましょうか。いい家でどんな反応が来るか。アンデッドは焼き払えばいいですね。ホーリー、レベル1。レベル1なんでそんな強くないでしょうけど、うん、しょぼい。熟練度上げていけば強くなりますかね。精神がアップ、いいですね。いました、2体目。またお前たちの魔力を増幅させるが良いかの。いいえ、してみましょうか。じゃあ残念じゃ。あ、そうっすか。嘘です。残念じゃで終わるのか。先制攻撃いいですね。なかなかいいじゃないですか。糖度一発で決まってくれるかな。さあ決まるか。ぴょんぴょん、決まらない。決まらないなら決まらないで打てる回数が増える分糖度の熟練度が上がっていきますからね。どんどん使っていきましょう。
はい。決まるとほんと楽ですね。3年切る。ブリンクのレベルアップ、いいじゃないですか。トードの熟練度も上がった。順調じゃないですか。まだまだだ。サンプルが少ない。あと3体、同じように倒さないといけないですね。出てくる、こういう敵、逃げられないからめんどくさいんですよね。私が一番だと思う FF シリーズですか？ FF シリーズ、ほんといろいろやってきましたけど、どれが一番？一番っていうか、まあ、ほんとどれも好きなんですけど、印象に一番残ってるのはないんですね。ストーリーよし、キャラもよし、やり込み要素もいっぱいあって、何周もしたのはやっぱないんかな。あとタクティクスも好きですね。今やってる FF2 もキャラの育成がいろいろ、なんだろう、自由度が高いですからね。上げてったらキリがないな、本当に。もうそれぐらい FF シリーズは私好きですよ。まあでもやっぱり一番いい、一番いいっていうか、印象に残ってるのは9とだけ答えておきます。9の配信もいつかやりたいですね。レッドソウルはめんどくさいですね。逃げられないし魔法は効かないし、オーラを使ってまずは特攻効果をつけておかないとダメージを与えにくいんですよね。魔法防御が鍛えられていきますね。オーラの熟練度いっぱい上げておきたいですね。上に行ってないですね。まだ行ってなかったですよね。パラサイトとモルボル、この組み合わせは逃げられたんじゃなかったかな。パラサイトには殴られたくないですね。 MP を吸い取られてしまうので、賢者の知恵いらない。3体目のキマイラいましたね。あいつも凍土ですぐに倒せたらいいんですけど、魔力を増幅させるがお願いします。キマイラ3体目、とりあえずブリンクで回避率を上げつつ凍土ですね。防具効くのかな。害が外れてしまった。ぴょんぴょん。決まるとやっぱ楽。凍土最強ですね。FF2 は凍土ゲーです。まだまだだ。サンプルが少ない。いいんですか、こんなサンプルで。ことごとくカエルに変えられてますけど。さっきの分かれ道、右に進んだから今度こっちに行ってないのかな。いました、いました。お願いします。戦い方は同じですね、さっきと。適当に回避率とか上げつつ楽勝。まだまだサンプルが少ない。研究の邪魔になってないか、むしろ。キマイラは全てカエルに変化させられてしまった。まともにやり合うとでも本当に倒すの時間かかっちゃいますからね。なるべく、まあ、生放送カットとかできませんので、戦闘には時間をかけないで進めていきたいですね。
ホーリー。ホーリーの熟練度を上げると強いのかな。まあ派手な魔法はいろいろ使っていきたいですからね。凍土ばっかりで敵を倒すのもあんまり面白くないでしょうし。コテージいいですね。回復アイテムは欲しい。これで5体目かな。お前もカエルにしてやろうが。先制攻撃。じゃあ先にオーラを使って、あと殴るだけ。ピョンピョン、心がピョンピョン。はい、帰られました。5体中4体がカエルにされたわけですけど、この魔導士さんは大丈夫なんですか。思った以上にいい研究データが得られた。凍土が強いってことがこれで判明しましたね。魔力増幅における魂への負荷はそれほど大したものではない。あ、そうっすか。魂という言葉覚えました。ありがとうございました。じゃあ帰りましょう。帰るっていうか次のダンジョンの攻略ですね。迷路みたいなダンジョンだからゴールがどこにあったのかよく覚えてませんけど、まあでも通ってないところを通ればいいはずです。あ、行けたわ。あっさり見つかった。エクメトテロエス、アルテマ魔力ときて魂ですね。魂ダンジョン攻略していきましょうか。魂、墓場のようなダンジョンなんですけど、ここがちょっとめんどくさいですね。クリアまでに若干運が絡むので、もしかすると時間がかかっちゃうかもしれません。魂でまた新しい言葉を覚えたら一回脱出しましょうかね。そのまま進むとボスとの戦闘になっちゃうので。ホーリーのレベルがアップ、どんどん強くなってほしいですね。先制攻撃。デッドソウル嫌いなんだけどな。ちなみに今の段階でレイラの専用装備っていうのも取りに行けるんですけど、そこまではやりません。今一番欲しいのはマリアですね。マリアは最終メンバーですし。ここじゃなかった。コテージ。あ、いいものでもゲットできた。ここかな？あ、いたいた。おじいさん。よく見るとこの墓地には迷える魂がさまよっている。帰るべき場所に帰れる魂もいるが、そうでない奴もいる。うん、なんのこっちゃ。魂が見えるはずなので、すべての魂たちを誘ってやることはできんかの。というわけで、この墓場、さまよえる魂がいるんですね。怖いですね。お墓の周りを魂がうろついているので、それをお墓の中に誘導してあげないといけません。この誘導がちょっとめんどくさいので、思うように魂が動いてくれればいいんですけどね。ゴートス。フィン城で城を乗っ取っていた司令官ですけど、ここでは雑魚敵として出てくるんですね。まあ、さっきみたいに凍土で変えちゃえば楽勝なんですけど。敵が多い。サクッとやれましたね。凍土強いでしょう。中ボスクラスの敵でもカエルに変えちゃうんですよ。 FF2 の凍土は、まあ、敵に対して使えば即死みたいなもんですからね。寒い、戻らなければとお墓の前をうろうろしてますけど、そう、お墓の中にこうやって誘導しないといけません。まっすぐね、まっすぐね。お墓に入ると消えましたね。こんな感じで魂があと2つ確か残っていたので、残り2つもお墓の中に誘導しないといけません。めんどくさいですね。運が良ければもうすぐにお墓に入ってくれますし、もっと運が良ければこっちがお墓に向かう前からすでに元の場所に戻ってるってこともあるんですけど、どうでしょうね。ゾンビを焼き払う。ファイヤーの熟練度ばっかり上がってってる気がする。まあ、強いからいいんですけど。
MP がまた減ってきたかな。まあでも、ここを抜けたら一回外に出ますし。このままでいいか。ゼリー系が多い。今回久々に午前中、休日の午前中に配信してるわけですけど、なんだって再生数がすごい伸び方してますね。私普段夜10時とか11時から配信やることが多いんですけど、その時間帯って他の配信者さんもゲームの配信やってることが多くて、なんだろう、人が全然集まらないんですけど、なんかすごいたくさんの方に見てもらってる。大丈夫なのか。せっかく見てもらってるこの会が作業会っていうのもどうかと思いますけど、左上に人玉がいますね。こっちに来てほしいんだけどな。ちょっとそばに行ったら誘導できますかね。ぐるーっと回ってお墓の前まで移動してくれませんかね。私の居場所はお墓の中です。右に行っていいんですよ。動いて、動けって。バッカスの酒、バッカスの酒はバーサクの効果があるんだったかな。酒を飲んで腕力を上げるぜみたいな。上に行ってほしいな。違う、こっち、おいで。そう。違うんや。違うね。こっちやね。上行って。上行ってくれよ、頼むから。そっち行かないで。そう。違う。おいで。そしてお墓の中へ。お帰り。おいで。おいで。こっちに来てくれないのかよ。頼むから、お墓に入ってくれ。じゃないと話が進まないんだ。そう、上行って。上行ってください。お願いします。上行って。上に。なんで、そう。違う。なんかいい方法ないですかね。今戻っていくな。こっちへ行って、そう、あとは上に入るんですよ。入ってくれないな。クリオニューから逃げるように移動してるのか。あえて離れたら逆に入ってくれないかな。いけ、時間かかっちゃいましたね。逃げられないからこうやって倒すしかないわけですけど、がっつり飲みました。今右側から追い込んでますね。この状態で左から追い込めばいい。あ、入ってくれた。今のうちにちょっとじゃあ急いで階段を塞がないといけない。終わったらすぐに階段を塞ぎましょう。もう逃がさん、絶対に逃がさん。さあ来い。よし、あと1体ですね。あと1体は一番上の段だったかな。いやー、長かったー。回り込んで正解でしたね。ありがとうございます。オリハルコン、オリハルコンは結構強めのナイフですね。残り一つの魂を墓に入れて、さっき話しかけたおじいさんに話しかければ新しい言葉をここで覚えることができます。そしたら出口へ行って一回フィールドに出ましょう。で、街に戻って回復ですね。回復したらまたダンジョンの攻略進めていきましょう。時間かかっちゃいますね。初めて挑むダンジョンが多いですから、やることもいっぱいです。ここの一番右だったかな。違うか、こっちだ。マリアちょっと回復しときましょう。エーテルはまた買い足せばいいです。あ、意外だ。あ、でも自分から入っていくのか。
入ってくれました。これで3つ魂がお墓に入りましたね。あとは最初に話したおじいさんにもう一回話すだけです。確かここに、ここじゃない。アスピルっていうのは、まあ、知らない方のために説明いたしますと、敵から MP を吸い取る魔法なんですね。違うじゃないか。ここじゃないのか？こっちかな？アスピルありました。やったぜ。これは欲しかった。早速、マリアに覚えさせましょうか。アスピル。単純に MP の回復手段として使えるだけじゃなく、アンデッド、さっきのゾンビとか骸骨とか、そういった敵に使うと、逆に敵に MP を吸い取られるんですね。それを利用すれば、後半、MP 上げに活用できるわけです。便利でしょう。OK。いいですね。だいぶ攻略がはかどりそうです。さあ、それじゃあ、アスピルの方も取りましたし、下に戻りましょう。どう行けばいいんだっけ？こっちかな？いたいた。うん。順調。ギルが気づけば17万。だいぶ溜まりました。おじいさん、ただいま。すべての魂が救われたようじゃ、苦労しましたけどね。あなた方のその慈悲の心に感謝します。慈悲、覚えました。この慈悲の言葉、だいぶ、なんだろう。この悲悶の迷宮を攻略する上で役に立ちますからね。ちなみに、マリアと相性のいい言葉でもあるので、専用装備を取る上では、もう必要不可欠と言っても過言ではない。そんな魔法、魔法じゃない、言葉ですね。ここのゴールがどこだったっけな。一番左上とかやったかな。そういえば、レイラさんにさっき拾ったオリハルコンを装備させてない。ダメですね。ちゃんと装備させましょう。武器や防具は装備しないと意味がないぞと、RPG の序盤のチュートリアルで言われるようなことを忘れている。グダグダですね。オリハルコン。攻撃力が上がりますね、だいぶ。こっちへ行けば出られるかな？レイズを使ってみましょうか。アンデッドに対して使えば促進になりますし。行くかな？外れることもありますけど。外れましたね。熟練度が低いとこんなもんか。ファイヤーで焼き払うのが一番、うん、一番上の段の一番奥かな。マリアの方が強いですね。本を投げるよりも。なんとなくフォーグの熟練度を上げてはいますけど、に立つ時は来るのか。とりあえずある程度言葉を覚えられたので一回出てきました。コテージを使ってもいいけど、まあ、せっかくなんで宿屋に泊まりましょう。長かったですね。一回潜って出てくるまでに1時間弱かかったのか。だいたい魂のせいですね。なかなかお墓に帰ってくれませんでしたし、一泊します。355ギル。余裕で払えますね。100泊できる。さて、 MP も回復したところで、エーテル買い足しはいいかな。まあでもお金に余裕があるし、もうちょっと買っとこう。
これぐらい。マリアはもうアスピルを覚えて敵から吸い取れるようになったので、基本フリオニールとかガイに使うだけですね。2冊目が手に入ったらフリオニールに覚えてもらいましょう。一応いろいろ言葉を覚えましたので、セーブをして、よっしゃ、まだまだ攻略していきます。本編は進みませんね。11時半までやるつもりですけど、専用装備手に入れるまでに至らないですね、多分これ。とりあえずじゃあ進めていきましょう。次に行くのは仮面ですね。アルテマの封印を解くために仮面が必要になる、そういった流れで覚えた言葉ですけど、仮面、まっすぐ進むと壁を挟んで向こう側に何かいますね。あれは一体何なのか。床に赤い印のあるところに我を追い詰めてみろとドッペルゲンガーが。スタート位置には戻りません。ごっちゃになったら戻すことはできますけど。というわけで下の方にですね、一箇所だけ赤い床っていうのがあるので、そこにさっき話しかけたドッペルゲンガーを誘導しないといけません。めんどくさいんですよね。動きの法則性を理解して、うまいことあの赤い場所に誘導したいんですけどね。出てくる敵はさっきと同じぐらいですかね。このレブナントっていうゾンビがいるときは確か逃げられませんからね。こう言ってこうすればいいかな。ダメだダメじゃねえか。こう言ってこう、あ、足りないや、距離が足りない。コカトリス、逃げられる？逃げられました。うん、効きましたね。見事だ。俺の力を超える強き者、超えるっていうのか、これは。人が踏み込める極寒の地、氷河を修行の地として訪れるがよい。というわけで氷河、新しく覚えました。早速じゃあその氷河のダンジョン行きましょうかね。力の杖なかなか強いんじゃないか。これ魔導士の杖が66上がるのに対し力の杖は55。うん、そうでもなかった。魔導士の杖も足しておきましょうかね。そろそろ2枚立てからマリアを卒業させましょう。杖持たせないと魔力が伸びませんもんね。なるべく先手を打てるように2枚立てにしていたんですけど、まあいいや、氷河のダンジョン行きましょうか。じゃあ氷河、寒そう。宝箱がある。でも回り込んでいかないと取れませんね。あれスノーマンはかなり序盤の敵じゃないか。ダメージ床もあるんですね。あら、ジャイアントビーバーさん、ガウガウガウ。彼ら宝箱を守ってる、取らないで言ってる。取りたくなりますけど、ここでは取ってはいけません。宝を取ってしまうと新しい言葉を教えてもらえなくなるので、ジャイアントビーバーの宝を取らないでおきます。行ったり来たりしないといけないダンジョンなので結構めんどくさいですね、ここも。ただダメージ床、こういう歩くと点滅してますけど、こういう床の上を歩いてるときは敵は出てきません。
なんであえて危険を犯しつつ敵との戦闘を避けるということも可能なんですよね。隠し通路はこの辺あった気がする。どっかから入れないかな。入れない。多分左から入れるやつかな。まあいいや。宝は取ってもいい。宝は他にないかな。取らないで。いっぱい宝がありますけど今は取っちゃダメです。ビーバーたちの宝を取らないで一番右下のところに行くと縄張り荒らさなかった。お前いいやつ。人間欲望ばかり。でもお前違う。いい人間。ありがとうございます。欲望という言葉を覚えました。宝ちょっと取っちゃうと怒られちゃうので、さっきの欲望という言葉を教えてもらえません。なんか宝我慢しないといけませんね。まあでも、さっきので欲望という言葉を覚えましたので、また一回出てからこの氷河のダンジョンに来れば、宝を取り上げることもできます。あら、お前いいやつ。いいやつ？果たしてそうかな。次会った時は宝を容赦なくもらっていきますけど。フライングレイは確か逃げられない敵じゃなかったか。なので、ボードを使います。ピョンピョン。こんな寒いところでカエルにしてしまうのはすごいかわいそうな気もしますけど。こっちだっけ？違ったわ。デュアルヘッドから逃げられますね。面倒くさい戦闘はもうどんどん下げていきましょう。違った。ゴールはもっと左でした。HP 結構減ったな。せっかくなんで、ワンタンまで回復させましょうか。氷河の次はじゃあミシリア行ってみましょうか。ミシリアのダンジョン。氷河とミシリアで場所を表す言葉ですから相性はいいんじゃないかな。出てくる敵はちょっと強いぐらい。めちゃくちゃ強いってほどではないですね。逃げることもできますし、ただちょっと道が入り組んでるので迷いやすそうですね。デスの本です。即死魔法ですけど、もう凍土がありますから、凍土があれば大丈夫ですね。どう行けばいいんだったっけ。ミシリアでもやることがあるんですよね。言葉を新たに覚えるために。どう行けばいいんだったっけ。道を見落としてたかな。ブラックプリンはさっきちょっと話しためちゃくちゃ硬い敵ですね。魔法ならダメージ普通に入りますけど、ただ HP が高いので、全体がけ1回じゃ終わりませんね。武器の熟練度を上げるサンドバッグにはなりますので。上がダメ。下に行ってもでも行き止まりじゃなかったっけ？ですよね。上に行けるのか。2階でちょうどいいぐらいか。上行くとミスリルミラー。なんだったっけ？
グレインからは逃げられますね。逃げとけましょう。ブラッククイーンからは逃げられるんだったかな。よく覚えていない。逃げられますね。ここから上へ行けるのかな。あら、巨人がいる。この遺跡を守りし者の人間がまたこの地を荒らしに来たか。ここから先は父さん、今すぐ立ち去るがよい。はあ、わかりました。随分と素直だ。我に供物を捧げるのであればここを通してやってもよい。ではポーションを我に捧げよう。ポーション、まあ、持ってるからあげましょう。広いもんですけど。まだ足りぬ。まだ足りぬ。エーテルを我に捧げよう。エーテル買いだめしましたね。じゃあエーテルも差し上げます。まだ足りぬ。エリクサーちょうだい。かわいい宇宙人にはあげたくなりますけど、こんなごつい巨人に、まああげましょう。エリクサー。よかろう。ではこの先へと通してやろう。消えました。謎の石板を手に入れた。エリクサーとかさっきのアイテムをちゃんと渡さないとですね、この石板が手に入りません。さっきので最初にいいえって答えると、あの巨人と戦うことになるんですけど、戦って倒しても、この石板は手に入りませんので。正解ルートを進むなら、ポーションエリクサーエーテルは用意しないといけないわけですね。これがこの遺跡に眠る秘宝。この石板に書かれている古代文字。仲間が最近調査した砂漠の地下遺跡で見たものと同じ。というわけで、砂漠を覚えました。じゃあもうここに用はないです。行きましょう。次のダンジョンへ行きましょう。さあ、次に行くのは欲望ですね。相性の悪い言葉ですけど。まあ、なんとかなるでしょう。欲望。敵が、ちょっと強いか。大丈夫かな。キマイラが強いので、凍土で変えてしまいましょう。デスフラワーはそんなに強くないかな。現在の時間が11時11分ぐらい。11時半までにマリアの専用武器をゲットするつもりでいましたけど、ご覧の通りかなり時間がかかってますね。次の枠も専用装備取るための作業会になりそうですね。本当申し訳ない、こんなグダグダで。敵も強いですね。逃げられる敵からは逃げていきたいですけど。宝箱があるけど、さっきがミシディアでここが欲望、自然とかを表す言葉なので相性の悪い言葉ですね。なんで宝の中はどうせ大したもん入ってません。時間かけずに倒したいですね。どう行けばいいのかな。最初右へ進めばよかった気がする。 OKOK。 結構迂回させられますね。オリファルコンはやっぱり攻撃力が高いですね。拾っといてよかったです。ここがゴールだな。
ヴァンパイアガール、うん、まあ美人なんじゃないですか。とりあえずキラーマンティスが強そうなのでトードを使っておきましょう。できますね。仮面をつけた人、なんだお前は、私の館に何用だ。勝手に人の屋敷に入り込んでるってすいません。ただで帰る気ではあるまいな。それは絶対に許さんぞ。ただで帰ることもできますけどね、左上にゴールありますし。わしも悪魔ではない。お前の正義によってはお前の罪を許してやろう。まあ、勝手に入って、それでめちゃくちゃ怒ってるみたいですね。わしは黄金が好きでの、金の針をもらおうかの。金の針。よろしい。では次じゃ。まだ欲しがる。黄金の盾をもらおうかの。黄金の盾。買いましたね。一番、この配信の最初に、フィンの街で買っておきました。黄金の盾。では次じゃ。黄金の鎧をもらおうかの。そんなに金が好きか。黄金の鎧ありましたね。では次じゃ。次。金の胸当てをもらおうかの。どれだけ金で身を固めたいんですか。金の胸当て、これですね。これでマシのコレクションが増えたわい。ふふふ。まだそんなところにおったのか。もうお前に用はない。財力の次は権力も欲しいの。権力という言葉をこれで覚えることができるわけです。帰りましょう。二度と来ねえ。またいろいろ言葉を覚えることができました。これで専用装備を取る準備は整いましたかね。でももう予定していた配信時間を終わりそうですね。これはとりあえず一泊しましょう。いやー時間かかってますね。配信始めてすでに1時間以上が経過しております。必要な言葉はとりあえず今ので覚えましたので、この次はですね、3箇所の秘門の迷宮を順番に攻略してフレキオスを倒しマリアの武器をもらいに行く、そういった流れになりますね。今回30分までにしたいので、とりあえず北西の迷宮だけクリアしておきましょうかね。でその次の枠で北東とあと南の迷宮クリア、また聖域に行って武器をもらい、その後でメインの話を進めるっていう流れにしましょう。一応入る前にセーブを。ここまでまた時間かかりましたからね。もうやり直しは嫌だ。よっしゃ、じゃあ行きましょう。もうあとは面倒な作業も必要ありません。ゴールを目指していくだけですね。なんで出たんだ。こっち、じゃあ順番に抜けていきます。まずは慈悲ですね。慈悲 BGM が何かゆったりとしてますけど、実はこのダンジョン初めて来ますけど敵が一切出てきません。かなり安全な場所なんですね。ついでに言うと真ん中のここで安らかな声が響いた。何時らに祝福を。 HP MP 回復した。さっき宿に泊まった意味なかったな。これ考えると完全に無駄足でした。まあ、そんなわけでここは唯一安全な場所です。この慈悲という言葉はマリアと相性がいいのでとりあえず通っておきまして、慈悲の次はアルテマかな。アルテマの本見ましょう。さっきは魔導士さんに東堂の本を渡しましたけど、
一回言葉を覚えた後ですので、何か特別やらないといけないってわけではないですね。アスピルのレベルが上がりましたね。古代の剣、魔導士の杖持たせるだけでもだいぶ強くなりますね。眠りの剣、一番伸びるのは魔導士の杖か。でも外に杖ってイメージはあんまりないな。んじゃあ古代の剣持たせて敵を呪う。引き続きその役を頑張ってもらうとしましょう。アルテマの本のマップのゴールは道も分かりやすくて助かりますね。チェンジ、忘れる状態は、治りませんね。忘れる状態ってトンカチか。トンカチで頭を殴れば思い出します。ホーリー2冊目、いつ使いましょうかね。アルテマの次は魔力のダンジョン行ってみましょう。魔力のダンジョンは迷路みたいになってましたね。迷わずゴールまで行けるといいんですけど。かな？あ、ここでした。ゴール近かった。魔力の次はじゃあエクメトテルエスかな。ここもゴールは割と近かったですね。最初来た時はダークベヒーモスと戦わなければいけませんでしたけど、今回その必要ありません。言葉を覚えてないので。モルゴルからは逃げます。めんどくさいです。宝箱も無視していいですね。あんまりいいの入ってなかったと思うので。どんどん逃げます。もうすぐ11時半か。北西クリアして北東も行けるかな。時間的にこの宝何だったっけ。大垣ら強いんじゃないかこれ。斧が欲しいって言ってた矢先に強い斧結構、めちゃくちゃいい。持たせとこう。エクメトテロエスの次は氷河じゃないや、何だったかな。砂漠に行けばいいのかな。でも多分ここで最深部に来ましたね。力を試させてもらおう。ベヒーモス、前回より強くなってますね。まあでもベヒーモス、ご存知の通り、凍土が効きます。一発で決まりますかね。ぴょんぴょん。はい、お疲れ様でした。ボスの威厳もあったもんじゃないですね。とりあえず一つ目クリアですね。それは行きです。行きましょう行きましょう。次は北東ですね。町での回復はもういいや。どうせまた最初に慈悲のダンジョンを通りますので、そっちで回復はできますし。手順は最初はさっきと同じですね。最初に慈悲を通れば OK です。エクメトテロエスの次は砂漠に向かいます。砂漠は初めて行く場所ですね。ゴールを目指すだけでいいんですけど、せっかくなんで新しい言葉を覚えておきましょうか。やってきました、砂漠。初期位置からずっと左に進むと落ちます。すると人が、なんで君は仲間が俺を探してたって。連絡ありがとう。仲間会ってませんけど、
ユウさん飲まれてしまった。壁をよく調べたら古代文字があちこちに刻まれている。オアシス、オアシスという言葉を覚えられるんですね。じゃあ帰りましょう。初期位置に戻るので、そしたら今度は南へまっすぐ、南へまっすぐ行けばもうゴールにすぐたどり着きます。とうとうが効かない。中ボスクラスになるとやっぱり効きづらいですね。痛いんですよね。素早さがちょっとずつ伸びてるのか。砂漠の次はミシディアだったかな。ミシディア、アルテマじゃないや、ミシディア。スーファミ以降、戦闘開始時から逃げるコマンドは入ってるの。ある意味か、システム的革命だよね。そうですね、ファミコン版の FF シリーズは、一人一人が逃げるを選択しないといけませんでしたからね。PSP 版の FF2 はもう最初から、L ボタン、R ボタン同時押しで、一斉に逃げることができますので、だいぶ楽です。ファミコン版は本当めんどくさいんですよね。戦うのが面倒だから逃げる。でも逃げるを一人ずつ入力しないといけないという。とりあえずまずはこの迷宮最奥部まで進んでボスを倒し、そこでセーブして一旦配信終わりとします。ゴールここだった。ミシディア、ゴールはここ。次は氷河かな。氷河はまあ可愛いビーバーたちがいるダンジョンですけど、敵も出てきますからね。なるべく敵と合わないようにダメージ床の上を歩いてゴールを目指しましょう。氷河ゴール来ましたね。氷河の次は竜騎士か。竜騎士のダンジョンも初めて行きますかね。竜騎士のダンジョンでもですね、手順を踏めばいけないちょっとしたイベントっていうのがあるんですけど、あ、ゴールに来てた。やったぜ。はい、ラウンドボーム。中盤のボスじゃないか。とりあえずブリンクで回避率を上げつつ、凍土ガイはバーサクでも使っておきましょう。硬い。マインゴーシュじゃもうダメージが通らないですね。凍土ピョンピョン。ランクが高いと来づらいかな。トードはそうなったらオーラとかで攻撃力を上げながら削っていくしかないですね。でも心がピョンピョン回復になりました。やったぜ。封印が解けられた。やばかったです。とりあえずセーブしましょう。セーブ。 HP とか MP ちょっと減ってはいますけど、この状態でセーブしておきます。そしてここで一旦終わりましょう。今回の配信は一旦ここでおしまいといたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。